はい、皆さんこんにちは。サキッチョナース、タキです。今回は女の子とホテルに行く方法ということで、デートをした後に女の子をホテルに誘いたいなとか、どうやったら女の子はホテルオッケーしてくれるんだろうって考えたことないですか？女の子はこの人と今夜過ごしてもいいなって思うのかっていう、まあ女性の本音と、まあ、その成功率の上がる方法っていうのをお話しします。最初に伝えておきたいことは、まあ、恋愛とかその人と人との関係性って、その RPG ゲームみたいにさ、こうすれば次に進めるとか、こうしたら失敗とか、そういったね、模範解答的なもの、正解がないものじゃないですか。だからその女の子によっても全然対応の仕方っていうのが変わってくるし、アプローチの仕方も変わってくるんですよね。あくまでもそのホテルに誘う言葉っていうのは最後の一押しだっていう風に私は思ってるんですよ。だからそれまでの過程がグダグダだったら、その最後の一押しがいくら正解な言葉だったとしても OK をもらえることっていうのが少ないんですよね。なので、まあ、それについてもね、その過程どういう風に踏んでいったらいいのってことをお話ししていきます。まず女の子がこの人ありかもって思う時ってどっから始まると思いますか？で、もうこれね、言っちゃうと女の子って本当にね、極端な話をすると、もうその約束を取り付ける LINE の時点からちょっとこう決まってくると思うんですよ。で、まあこれどういうことかっていうと、そもそも、まあ、何かしらのね、連絡手段を使ったりとか、まあ、直接ね、口でこういついつ空いてるとか約束する場合もあると思うんですけど、まあ、そういった場合にまずサシで男性と二人きりで行くっていうところが、まずそもそもハードルが高いですよね。で、これが例えばすごい付き合いの長い男友達だったりとか、もう昔からね、付き合いのある人だったりするとまた話は別なんですが、その、まあ、最近出会った人とか、まあ、出会って日が浅い関係だと、お互いのことあまり知らない男女っていうところで、まあ、何があるか分かんないじゃないですか。だから、まあそういうところを考えた上で、この人と二人でご飯行こっかな、どうしよっかなっていうところからまず始まります。で、そこでまず OK だったら、まあ、大体30% ぐらいは、いや 30% 言い過ぎかな、まあ 20% ぐらいかな、はまずちょっとありかな、いいかなって思ってるっていうこと。でもこれがさ、どんどん加算されていく場合もあるんだけど、その次のステップで減点される場合もあるっていうことだけは覚えておいてください。で、次ね、はい、約束を取り付けました。で、その時にね、まあ、場所にもよると思うんだけど、結構お店が混んでたりとかして、なかなかね、お店が見つからないとか、行こうと思ってたお店がいっぱいだったとか、まあそういったこともあるじゃないですか。だから、まあ、事前にね、やっぱリサーチしてくれてる男性っていうのはめちゃくちゃ好感度高いと思います。まあ、だからもし日に余裕があるんだったら予約してくれてるとか、そういうなんか男性のなんかリードみたいなのを、やっぱ女性っていうのはすごいキュンってくる部分なんですよね。そう、だからお店探してくれてるっていうだけでも嬉しいし、こっちが結構詳しい土地とかだったらさ、ここ美味しかったよとか、あそこ良かったよみたいな提案はできると思うんだけど、でもね、わからない土地とかだとね、どうしようどうしようって多分お互いになって、もうそこでぐだっちゃうんですよね。で、その時点で、わ、ちょっと今日不安だな、みたいな。まずちょっとそこで思ってきますよね。はい。でもやっぱそこでお店とか予約してくれてるとか、ちゃんとリサーチしてくれてるっていうのは、すごい高ポイントだと思います。で、そこでちょっといいなって思うポイントがやっぱ加算されたりするので、まあそれからの、はい、ご飯ですね。ではご飯の時にもう大体はね、これ決まっちゃいます。ここで絶対にやるべきことは、女の子を楽しませるっていうこと。その2人の時にめっちゃボケたりしてなんか笑わせるとかって、結構その、まあ、ハードル高いじゃないですか。で、まあ滑ったりとか自分が話しすぎたりしたら、まあ、逆になんか女の子からすると、この人めっちゃ自分のこと喋るやんとか、相手がずっと喋ってるから全然自分楽しくないなみたいな、なんかそういったこともね、起こってくると思うから、楽しませるっていうよりかはうまくサポートする感じ。だからその会話とかで女の子に話を振るっていうのはまず一つだと思うんですよ。最初は本当に軽いことでいいと思ってて、最近忙しかったとか、今日何してたんとか、まあ、そういう感じのね、本当にこうたわいもない話題でいいと思うんですよね。そうで、そっから話って広げていけるじゃないですか。この前ここ行ってさーとか言って、ほんでなんかこうお互いの趣味の話とか、最近行ったとことか、なんかそういったことでね、結構盛り上がれるかなって思うから、まあ、会話をね
できるだけ続けるっていうところも意識した方がいいと思います。結構サシの時にさ、こう楽しいか楽しくないかのこう違いって、その会話の内容はどうであれ、話が続いたらこの人といて楽しいなとか、めっちゃ話が続くってことはそれなりにこう会話が盛り上がってるってことじゃないですか。だからそういう風にやっぱ人って思うんですよね。逆にこうめちゃくちゃ話いろいろこうなあなんて話を振ってるのに、うんとかそうだよとか、なんかそういう感じでさ、話終わってちゃうやんってなるじゃないですか。だからそこはね、絶対に話広げた方がいい。でそこでまあ会話が苦手な人は、自分が例えば質問された時に、あ自分がこうこうだよっていうことを伝えて、でなんとかちゃんはっていう風に相手に聞き返したらいいんですよ。じゃあ相手が次話してくる、でその繰り返しをねしてたら、結構会話っていうのはね終わらないかなっていう風に思います。だからもう本当に話題がねないっていう人は、まず質問からの相手に質問返しさせてっていう、そのどんどん乗っけていく作業ですね。まあそれをやっていけば話っていうのはね止まらずに済むんじゃないかなっていう風に思います。はい、じゃあ次1軒目のお店を出ました。はい、じゃあこの後どうするって多分なると思うんですよね。で、まあそこでね、どうするって女の子に聞くんですよ。で、その時の女の子の反応を絶対に見るべし。ここでまず1回目の打診だと思ってて、私明日早いからちょっと今日帰るわとか、まあ今日はじゃあありがとう楽しかったって言って、なんかこう帰りたそうな感じの雰囲気を出してきたら、多分今日はないんですよね。で、次のデートすらちょっと怪しいって感じなんだけど、まあ本当にね、明日早い場合は別だよ。でも、明日なんかこう予定ないって言ってたのになみたいな時ってあるじゃないですか。だからそういう場合はちょっと、あ今日の俺なかったんかなみたいな感じで多分思った方がいいと思います。逆に女の子にこの後どうするって聞いて、で女の子がどうしよっかみたいな、任せるよとか、あとまあもう一軒行きたいとか、なんかそういう声があったら、これワンチャンあります。まあどっちでもいいよって言ったとしても、でもそれってさ、相手にさ委ねてるってことだから、結局同じ意味合いだと思うんですよ。そこでまず一つ、あなたに対して興味を持ってるとか、一緒にいて楽しいなって思ってる証拠ではあるじゃないですか。だからこれでまず一本ですよね。でここでまあ仕掛けるのも一つありだと思うんですよ。私はね、別にそのホテル行きたいって言わなくてもなんかいい気がしてて、まずね、店を出て女の子のちょっと手をねパッて取ってほしいんですよ。女の子の手を取った時に、女の子が手を握り返すか握り返さないかで、結構これね、もう 80-90% ぐらいいける確率が決まってきます。ここで握り返してくれたら何も言わなくてもいい。事前にリサーチしといたところに、もう普通の会話、たわいもない会話をしながらもう行くっていうね。だから本当にそれまでの過程で楽しくないのにホテルに行けるっていうわけがないんですよね。だからそれまでの過程でもう80-90ぐらい高めておいてからの最後の一押しで 100% に持っていくっていうところ、だからそれはもう1軒目2軒目までで 80-90 にしておくっていうところがね、あの一つのね、今回のテクニックとしてお伝えしたかったことです。なんで、まあ、最後のね一押しは本当に何でもいいと思います。まあ、その女の子がちょっと控えめな子とかだったら、映画見ないとか、そういう風に逃げ場を作ってあげるようなことを言ってあげるのもいいと思うし、全然こう女の子がちょっと肉食な感じなんだったら、今日一緒に過ごしたいなとかストレートに伝えるのもありだし、あとまあさっき言ったみたいに何も言わずにスキンシップして相手の反応を測って無言で行くっていうのもありやと思います。なんで、まあ、これをね意識してちょっとこうやってもらえたらいいかなっていう風に思います。はい、ということで、まあ、今回はその女の子とホテルに行く方法というのをお話ししたんですが、いかがだったでしょうか。まあ、絶対的なこれっていうセリフじゃなくて、まあ、そこは女の子のその反応とかね、タイプ別でね見ていきながら言葉がけとかしてもらえたらいいかなっていうふうに思います。で今回の動画がもし少しでも参考になったとか、いいなと思ってくださった方は、下のグッドボタンとチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイビー。